皆さんの投票でね。そうなんですね。たくさんいただきましたけれども、ベストマッチのご応募、はい、このリクエストの中からですね、10位から1位までご紹介していこうと思いますが、早速いきましょう。はい、カウントダウンですね。10位から6位までまずご紹介しましょう、はい、こちらです。こちらは映像なしです。下からいきます。10位、9位、8位と上がっていくんですが、こんなカードが出ました。10位がチュー対ジュダー。あー、こんなところに入ります。続いて9位がデラホーヤ対カセリエコ。あー、こんなところに出ます。で、8位がリカルド・ロペス対ゾラニ・ペテロ。あー、という10位から8位。そして7位、下です。あ、ラフマン・ルイス、これはどちら？第1戦の方ですね。はい。そして6位がトリニダード・ジョッピーですね。トリニダードがこれ3階級目を取った試合ですね。ミドル級のタイトルマッチ。ははー、ということになりました。なんでこの自分の上げた試合がこんなに低いのかと思ってらっしゃる方もいらっしゃるかもしれないですね。出ちゃったからね、はい。ということもありましょう。それがですね、まだ出てないぞと、期待を膨らませている方もいらっしゃるかと思いますが、はい、ちなみにですね、この後もう出てこないというのをちょっとご紹介してしまいますといわゆる時点ですね。はい。時点ではデラホーヤ・ガッティ戦、それからロイ・ジョーンズ対フリオ・ゴンサレス戦、さっきちょっと出ましたけどね、はい、あんな試合は辞典となってしまいました。応募した方、投票した方、ごめんなさい、はい、小泉さん、どういうですか、感じですか。10位から今6位までご覧いただきました。出てきた中では、やはり、こういった試合がですね、そのトップ5に入ってきてもいいぐらいのいい試合ありますね。だから、例えばそのトリニダード・ジョッピ、これは話題を呼びましたし、終わり方もドラマティックだったですからね。だからそのこれがそのトップ5に入らないんだったら、このトップ5はどんな試合だろうと期待を抱かせますね。浜田さんの一押しはこの中にありました？私はですね、中とジュダーがですね、10位、あれ随分評価低かったなと思いましたけどね。あっさり終わっちゃったからですかね。もう少し上げてもいいんじゃないかなと思いますけどね。ベストマッチっていうのは難しいんですよね。終わり方が良くて、その至る過程も良くなければと。そして両者役者が揃う必要もありますね。そうなんです。名前のない人がいい試合してもこれダメなんだ。難しいんですね。難しいですよね。はい、はい、ということで、あとトップ5、はい、行きましょうか。はい、はいはい、それでは5位から1位を VTR でたっぷりご覧いただきましょう、はい、どうぞ。まずは5位は、あ、ラクマン・ルイスの再戦ですね。これはまだ皆さん記憶に新しいところであります。でも浜さん、これは5位ですよ。もっと前に行くと思いましたけどね。一発はやっぱり、ラクマンの倒れ方を見るとスローモーション見てるような感じですね。一発のランキングがあったら小泉さん、かなり上に行くでしょうね、この試合の一発はね。そうですね。これ最後の一発は見事だったですね。はい、これがヘビー級の一発という、まさにそういったシーンになりました。4位がメイウェザーコラレスです。これは随分今年の早い時期に放送しました。2月の10日にオンエアさせていただきましたが、浜さん、どうですか、これが4位。なるほど、ベスト3、やっぱりベスト3っていうのは大変なもんなんですね。だからこれが4位ですからね。これはですね、いろいろご意見がありましょうが、ちょっと一方的に見えてしまいました。メイウェザーの力が随分目立ってしまったということが、考慮されたのかもしれません。これが4位です。まあ出ました、ハメド・バレロです。この第2戦も計画されているという話が伝わっていますが、小泉さんどうですか、これが3位というご意見は。これがですね、ハメドが勝ってたらですね、こんなその高いランクには来なかったかもしれませんね。なるほど、なるほど。その結果の意外性っていうのもですね、そしてこの試合内容、そしてハメドもですね、抵抗見せましたよ ね、 そうですね、チャンピオンらしい。まあ、そういうところでですね、この試合がその トップ3に来たんですよね。あ、これはね、かなり高いと思われましたが、トリニダード・バルガス戦です。浜田さん、これはまさにね、倒されてる感じですか。約12ヶ月前に見た試合ですけどね、
これはやっぱりベスト3には入るなと思いましたね。これ小泉さん、もしかしてこれが最近、例えば10月11月に行われたらもっと印象強いでしょうからね。そうですね、もしかしたら1位になったかもしれません。1月のオンエアでこの高さです。もしかして両者倒されっていう展開もですね、やはりこういう年末にランキング取った時にはですね、上行きますね。そうですね、バルガスとトリニダードが戦った一戦でありました。勝ったのはトリニダード。そしてナンバーワンはこの試合です。ホプキンス対トリニダードです。浜さん、どうですか？なるほどと思いますね。まあ、私もこれはトップにしましたけどね。あ、そうですか、うん、はいはい。また小泉さん、この戦われたシチュエーションがね、悲しい出来事があった直後だけに、はい、一層こう気持ちを高揚させましたね。そしてですね、やはりバルガス、ジョッピーに勝ってきたそのトリニダード人気ですね。それもありましたし、そして結果的に見たそのホプキンスの強さっていうのもですね、強烈な印象を与えてくれましたね、はい。そして役割がよく決まってました。浜さん、ベビーフェイスとヒール、まあ、善玉と悪玉ね、うんうん、そういった捉え方もできましたよね。そうですね。ですからホップキンスは自分に納得してるんでしょう。悪役っていうのはね、徹してましたよね、試合開始まではね。そうですね、ただしかし、その試合中身を開けてみたら本当強いですよ。違いましたね、強さを発揮しましたもんね、うん。素晴らしい打ち合いがありました。トリニダードの頑張りもあり、選手を相手にトリニダード本当に最後の最後まで、12回最後まで、ね、勝ちに行くから、これがすごいですね、はいはい。まあ、波の選手だったらもしかしたら途中で気持ちが折れていたかもしれません。折られていたかもしれません。最後まで試合を投げない、このステップならすごいですね、結局、ご覧のようにホプキンスが3つのベルトを統一いたしました。ということで、まあ、やっぱりという感じなんでしょうかね、ホプキンス対トリニダードが1位と。多くのお客様がね、はい、ご覧になっている皆さんが投票した結果であります。